どうも、ナオティです。駒技検定3段目、初日の出やっていきましょう。初日の出は綱渡りの最中に一旦駒が紐の上でとどまり、そしてまた手に向かって走っていく、こんな感じの技になっております。それではやり方を見ていきましょう。どうぞ。初日の出をやるにはこの技はできておいた方がいいよねという前提技があります。それはこちら綱渡りですね。やり方を確認したい方、概要欄に解説綱渡りがありますので、こちらご覧になってください。初日の出やり方を詳しく見ていきます。駒を投げ出したら手のひらに乗せます。そしてそのまま綱渡りの動きに入っていきます。綱渡りの途中で駒が紐の真ん中ら辺でとどまるんですね。なぜ途中で駒がとどまるかというと、これは紐の傾斜がポイントになります。傾斜をつけ続けると綱渡りと同じように駒が転がり続けるんですけれども、途中で紐を平らにするんですね。そうすると駒が転がっていかずにその場にとどまります。そのまま駒を3秒以上止まらせたら、また手を上に上げて傾斜を作ります。そしてもう片方の手に駒が到着して、手のひらで駒が回り続ければ技が完了です。駒が紐の真ん中でとどまった後は、この後どちらの手に移っても大丈夫です。はい、初日の出の一番大事なコツを一つお話ししたいと思います。それはこの綱渡りの一番最初の部分のこの時点で駒をしっかり倒す必要があるということです。しっかり倒さないとどうなるかというと、駒の傾斜が十分じゃないと、紐の上でとどまっている最中に落下しちゃうんですね。ですので、この駒がもうちょい傾斜がしっかりついていれば、ちゃんと乗ってくれるっていう感じです。ちゃんと倒して傾斜をつけると、こんな感じで安定して乗っていてくれるんですね。はい、お疲れ様でした。駒技検定3段初日の出ご覧いただきありがとうございました。ナオティでした。すげえ。